ブレンダン・エメット・キグレーは、クロスワード・パズル・作家、クロスワード・ブンダー・キントと称されてきた。キグレーの作品は、ロサンゼルスタイムズ・シンジケートやジオニオンを通して、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ウォール・ストリート・ジャーナル、ボストングローブなどの各紙に掲載されてきた。キグレーは、ドキュメンタリー映画、ワードプレイヤーや、書籍、クロスワールド、 ワンマンズジャーにイン・トゥ y アメリカズクロスワードオブセッションに登場している。2007年のインタビュー記事でザ・ボストングローブマガジンはキグレイがニューヨークタイムズのクロスワードをヒップなものにしたと述べた。キグレイはニューハンプシャー大学在学中にクロスワードパズルに関心を寄せるようになった。キグレイが最初にニューヨークタイムズが見に提出した作品を買い上げたのはミル・ショーツであった。キグレイは 影響を受けた人物として、マール・リーグル、フランク・ロンゴ、エリザベス・ゴルスキー、パトリック・ベリーラを挙げている。これまでにキグレーは、アメリカン・クロスワード・パズル・トーナメント、ボストン・クロスワード・パズル・トーナメント、ロラ・パズーラに作品を出品してきた。トーナメント競技者としてのブレンダンは、2001年のアメリカン・クロスワード・パズル・トーナメントで E 部門に、 2012年のロラパズーラゴ地域部門2位に入っている。ありがとうございます。